はい、見えるかなこれ。はい、今日の、ね、競争ダッシュですよね。これもちょっと奇数がドリルで持って行ってます。ドリルで行って、ほんで偶数が今日は 30m ダッシュね、あの壁蹴ってダッシュしてターンして浮き上がるとこまでね、そこまでのダッシュで組み立ててます。はい、今ちょっとドリルとかね、あのまあちょっとあの体力的にしんどい子はもうイージースイムとか、フォームですよね、フォーム考えながら泳ぐというような感じで、次のダッシュに行かせれるように、はい、持っていってます。はい、ああいうのはキックね、あのキックをしっかり効かしてやろうとかね、あのしっかりとあのまっすぐな姿勢でしっかりとあのキック打つとかね、そういうのをちょっと目標を決めながらね、あのやると、あの次のダッシュにもそのポイントがね活かせれると思うんで、そういった感じでやると OK です。今今日は2分サークルでドリル 30m ダッシュ、ドリル 30m ダッシュでやってます。で、人数が今日20人ぐらいおるんでちょっと多いんでね、あのちょっとこういうような形でやってます。はい、でもちょっと余裕ないわいう人はもうあの普通に流しながらね、はい、やって次のダッシュに備えるというのも一つの提案と思います。はい、でちょうど同レベルのコーラで並べてるんで、あの結構ね、あの隣に負けたくないっていうね、あの気持ちが働いて、あのいいダッシュがねできると思うんでね、だから自分の能力以上のものをね出すっていうのもこの練習の特徴です。はい、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 映ってんのかなこれ、めっちゃ逆光っていうか真っ暗で分かれへんのけど、はい、はい、まあフリーはしっかりと体浮かしてね、あのスプリントなんで体しっかり浮かしてね、で小さくね、小さくて速いキックを打ちながらしっかりと手をしっかりね、あの大きくグッとこうね投げ出して、しっかりと水の中を手のひらでグッとこうね変えてくるというのが、まあ一つのコツになってるんで、はい、いけるかな、はい、はい、よいしょ、はい、OK。